遅い時間になるんですけどお風呂入りながら配信見てる私ねお風呂上がり今ねパックしてる <laughs> 最中今日は実家に帰ってきたのであのゆっくりしてます帰ってきてご飯食べて 心よくしてでお風呂上がっていろいろね告知もしないとなぁと思って今日は配信しようと思ってたので配信しておりますえっ、ー、と 明日の6時からあのね、私の卒業公演のチケットが一般ですね。明日から発売になるので、もうね、前の方の席とか買ったよって方もいると思うんだけど、一般始まるので、あの、お友達とかいっぱい、あの、誘ってくれたら嬉しいなって思います。 で明,日が明日もね上野でライブとで次の日あ次の日じゃないそのあとが新宿のキーストであるんですけど明日は初期衣装になります多分初期衣装着るのも明日で多分撮れるの一緒に撮れるのは最後だと思うので是非初期衣装見納めに来てください あとチェック衣装もどっかで最後着たいなと思うんですけどもう来週が新宿あれ来週何があったかな来週も新宿であった気がするレミーかな新宿とあと秋ア青ハリウムともう残り卒業なのでもう卒業ね早いよね2列目当たった。 こんばんは両方両方初期衣装だね明日お昼と夜でも明日で初期衣装見納めででチェック衣装はどこかでもしかしたら見納めででアオハリウムで私のその社員乳としての衣装は見納めなのであの卒業の時は多分社員乳の衣装は着ないのでもうね当日はあの見れないのでまあそれまでに。 衣装でのそのシャイニューとしての私の衣装私の姿を見てくれたら嬉しいですそして明日の12時まで撮影会の申し込みやってますあの一部だけめっちゃ一気に申し込みバーって入るとあの外れちゃうのでこう全部の部っていうのかなを一応申し込みしてくれてると 当たる確率あるってあの言ってたのでぜひ10時まで10時まではね何時までなのかな分かんないんだけどそんな時間までねやらなそうな雰囲気だったもうシャイニューの衣装見れない嘘を見納めか撮影会めっちゃ行きたい明日の12時まで申し込み。 やってるのでぜひ申し込んでください1個の部だけいっぱい申し込んでると外れる確率も高いみたいなのをあのね言ってたので。 延長特典会で途中着替えでチェック衣装とか難しそうかなえっ、ー、とねその日はねもうずっとそのあの最後の衣装着ようかなってあのその卒業の日の衣装着ようかなと思っててそチェック衣装は新宿のデニーかなとかなんかで着ようかなって思ってるんだよね撮影会一部しか申し込みできてなくて。 あ、そうなの複数分申し込めるみたいな言ってたんだけどどうなんだろうわかんないあ、でも卒業当日はそうなんよだからそれずっと着てようかなって感じだしまあ延長物販でまあもし、まあ、着てほしいみたいなのあれば着ようかなって思ってるけどずっと卒業当日はずっとあのその日の衣装着ようかなって思ってる。 一部申し込んだらすでに申し込んでますって出る何それ全然どういうことだ難しいね申し込んでないのに出ちゃうってこと何て言えばいいんだろうねあとでちょっとスタッフさんに聞いてみるね 社員としては撮影会まあ最後っていうか2月もねまあちょこちょこ会える機会っていうのはねみんなと作りたいなって思ってるんだけどキースター行来たかったけどインフルエンえー、大丈夫やっぱ今なっちゃうんだね運営に複数回申し込めるようにできるみたいな言ってたけどね わかんない私が作ってるわけじゃないからさあれなんだけど難しいね明日の12時までで明日の6時がチケット申し込み。 会いたいたですおうもう残り最後だけどもうね日に日にこういろんなライブで今日最後って人が多くて寂しいんだけどまた会える機会作れるようにしたいなって思ってますちょっと10分ぐらいで終わりにするんですけどもうね残りライブも明日2回終わっちゃったらもう残り 何曜日だっけ来週2回ああそっかアオハリウムは2個あんのかまあ、あっという間にね終わっちゃうので是非最後たくさん来てください明日行けそうなら行こうかなお昼夜めっちゃ野外はほんとに寒い今日は夜だったからめっちゃ寒かったけど明日はでも昼間 ちょっと遅いぐらいだけど今日よりかは暖かいと嬉しいなって気持ち卒業発表してか好きになってしまったかってもあっという間ではなきごめんね <laughs> でもこれからも一緒でねアイドルはねこれからもまたやりたいって思うし 最後の機会会もなかった、ね、会えなかかっったたねねえ23ぐらいから東京入りしたらあとは全通しようと思ってたけど明日が初期衣装でもやってる嘘の初期衣装好き ?23 今日は20かそっかそっかね来てほしいけどさやっぱねわざわざい,いつもね新幹線で来てくれてるからさ来てほしい気持ちももちろんあるけど。 ね、毎回東京ですぐ行こうっていう距離じゃないからさやっぱこう地方から来てくれる方は全然まあ来てほしいけど無理もしないでねまあ最後だから来てって言うべきなんかの <laughs> 最終日に行くありがとう嬉しい明日は上野だけ行けるかもあ本当に待ってるね行けても昼明日雨じゃないのえ明日雨なの 雨のやがばそう湿気とかで今日もなんか雨降ってるみたいな聞いたけど「雪?」みたいな聞いたけど雪とか雨は降ってなかったからあれだけど来てくれる方はね寒いのであったかい格好して来てくださいやばいもうあっという間に半分だ。 卒業した後もなんか2月も全く活動しないとかじゃなくてまあ何かしらイベントっていうのかなまあやりたいなーって思うしみんなと会える機会今みたいにこんな頻繁に会えるわけじゃないけど何かしらチェキ会とかなんかやりたいなーとは思ってるのでまあね今みたいにこんなね頻繁にシュー 会えない日もあるけどね週3とか4ぐらいで会える人は合ってるのかな風邪ひかないようにねね風だけは気をつけるでも今日で風邪ひいた気がする寒い関西関西も行きたい個別撮影会ねいろいろやりたいね最後は無理せずに見守れね来てね27日は。 明日は屋根はね一応あった気がするヤッホーもうあと1分で終わっちゃうけどありがとう来てくれて風邪ひきすぎじゃんえ本当に寒くてやばかった。 やっぱ野外って寒いよね楽しいんだけど野外ライブっていうのはやっぱ冬はめちゃくちゃ寒いけどみんなもね見てる側も絶対寒いわけだから気づくの遅かったちょっと遅かったね <laughs> でもありがとう最後の1分で来てくれて今来たばかりごめんね もうね寒す今ねここあの上の部屋でやってるのリビングでやったらお姉ちゃんとかピピとかいるからさめちゃめちゃ絶対うるさいからこの部屋でやってんだけどめっちゃ寒い写真かわいいこ,こそ静岡のみかん持ってる <laughs> 明日も響き渡らせるぜひウェルカムです明日もまきちゃんコールしちゃってください 響き渡せよ渡せよ渡らせよ会場。<laughs> ということで寒いので <laughs> 終わりにします残りショールームはでもこのアカウント私はずっとできるから卒業した後もちょこちょこはやるんですけど是非27日来てほしいですしそれまでもいっぱいライブあるのでお待ちしております。 それではランンキグ読みます13位が天野さん12位が V さん11位がスパークさん10位が優子さん9位がロコポコさん8位がダフィオジさん7位がタキオビラとニドネさん6位がユキさん5位が人生目標マキちゃんと結婚さん4位がプラターさん3位が世界一可愛い女の子のファートマキちゃんとさん2位がサスケットマキちゃんとさん1位がスーミン大使。 ありがとうございました笑わないで <laughs> 頑張る <laughs> またピピちゃんのオフショットストアあげるね可愛い,いでしょう今日もなんか動画撮るねはいあ,ありがとうみんなではまた明日も会いましょうではおやすみーバイバーイ。